東京都江東区富岡にある、八幡神社。通称を、深川八幡宮とも言う。江戸最大の八幡宮で、8月に行われる祭礼、深川八幡祭りは、江戸三大祭りの一つ。また、江戸肝神相撲発祥の神社で、境内には、横綱力士碑をはじめ大相撲ゆかりの石碑が多数、混流されている。宇川名所江戸百景より、 深川八幡山開き。春に半月の間、山開きとして、永大寺の庭園を一般公開したという。1627年、菅原道座根の末裔といわれる長森法院が、新宅により、当時永大島にと呼ばれた小島に創始したのが、始まりとされる。当時は、永大島、八幡宮と呼ばれ、サスの埋め立てにより6万508坪の社有地があった。 また、八幡大臣を尊崇した徳川将軍家の保護を受け、庶民にも深川の八幡様として親しまれた。広く美麗な庭園は人気の名所であったという。なお、長森帽子は同じ地に別当寺院として、英大寺も建立している。当社の周囲には門前町が形成され、干拓地が沖合に伸びるにつれ商業地としても重要視された。 明治維新後の社格は、順直採者とされ、同制度の廃止後は、記載がない腐者とされたが、皇室の損失を受け続けた。英大寺については、神仏分離令によって廃止。現在の英大寺は、1896年に、旧英大寺の達中、吉祥院が名前を引き継いだものである。1945年3月10日の東京大空襲により消失。 同年3月18日に空襲理災地巡行のため昭和天皇が境内を訪れた。その後、第18代宮司の富岡森彦は再建に努め、1956年に現在の社殿が造営される。森彦は後に神社本庁の事務総長にもなり、神道の復興に努めた。1994年10月に森彦の息子である。 第19代偶司が体調を崩して引退し、その長男が1995年3月に第20代偶司となったが、1999年以降に金遣いの荒さや女癖の悪さなどが問題化し、2001年5月に解任され、先代の第19代偶司が偶司として復帰する。第20代偶司は感動状態となった後、 新たに後継者とされた姉野党たちを恨んで脅迫を行ったり怪文書を撒いたりするなどしており、2006年に脅迫罪で逮捕されている。2010年に第19代宮司が引退したため、富岡八幡宮はその長女を宮司として任命する、要神社本庁に受信していたが、正式な宮司への就任具心が3度にわたり、認められなかったため、長女が宮司代務者となる。 宮寺空席状態が7年ほど続いた。そのため、富岡八幡宮は2017年9月に神社本庁から離脱して、単立神社となり、長女が第21代宮司に就任した。別表神社としては、2010年の桁大社、2013年の那木神社に続く神社本庁離脱となり、神社本庁のトップまで務めた。 有力神社の離脱として話題となった。しかし2017年12月7日、第21代偶司とその運転手が第20代偶司とその妻に日本刀で切られ、第21代偶司は死亡し、運転手は重傷、第20代偶司は妻を殺害した後に自殺した。警視庁は実施が正式に偶司となったことに対して、第20代偶司が 自暴自棄になったものとみて、捜査に当たった。富岡八幡宮は、同月9日、緊急の責任役員会議を開催、宮司の補佐や代理を務めていた、丸山総一、県宮司を宮司大務者にすることに決めた。2018年8月、丸山はそのまま、第22代宮司に就任し、また同年に、第21代宮司が住居として使用していた敷地に、 ある洋館が解体された。境内にある、井の忠敬の像深川八幡祭での、水掛け信用祭礼である通称、深川や幡祭りは、毎年8月15日を中心に行われ、江戸三大祭りの一つに数えられる。わっしょいわっしょいの伝統的な掛け声と別名、水掛け祭りと別称される通り、沿道の慣習から担ぎ手に、清めの水が浴びせられる。 三年に一度、八幡宮風の御法蓮が都業を行う都市は、本祭りと呼ばれ、各町の大人みこし五十数基が勢ぞろいして、蓮合都業が行われる。表参道の新横には2基の御本社新葉が飾られており、平成三年に奉納された御本社一の宮みこしは、台話幅五尺、屋根の幅九尺三寸、高さは4メートルを優に超え、担ぎ棒を含めると4.5トン、 法皇の胸には7カラットのダイヤモンドをはじめ、装飾の各所に宝石を配した日本一の大きさと豪華さを誇る。またこれに続く二の宮見子氏が1997年に制作され、本祭りの翌年に宇治湖各町を投与している。他、各末社の霊祭美がある。歴代横綱瞳岡八万宮は1684年に、 初めて自社奉行の許しを得て肝心相撲が行われた、江戸肝心相撲発祥の神社として知られ、現在でも新横綱誕生の折には、境内で奉納土俵入りなどの式典が取り行われるほか、相撲にまつわる数々の石碑が立つ。2017年6月9日、木瀬の里が横綱力士碑の国名式に参加して、自らの嗜名を刻んだ。ありがとうございます。